千葉国ダムは、長野県松本市安住、品野川水系西川の右支線、セバ川に建設された、発電専用ダムである。千葉国ダムは、東京電力、リニューアブルパワーの水力発電所、床川発電所の調整地を形成する、高さ22.7メートルの重力式、コンクリートダムである。1928年に着工。 小規模であったためか同年に完成したとされている。西川流域では最初に建設された廃ダムで、かつ、西川本流筋では最上流にある廃ダムでもある。長は渡るダムより、上高地方面に登り、途中の沢渡り集落より山中を歩くと、ダムに至る。長山中といっても、北アルプスの山中であり、道も険しいためその姿を見たのは、ほとんどいない。 停滞はアーチ状に湾曲した形状をしているが、日本ダム協会が発行するダムビンランでは、これをアーチ式コンクリートダムとも重力式アーチダムとしてもみなしていない。このようにアーチ状に湾曲している重力式コンクリートダムは、セバコクダムの北石川県の北ニダム等があり、海外では総貯水容量が56億立方メートルを超える。 巨大ダムでアメリカカリフォルニア州にあるシャスタダムがある。元来セバ川は流水の少ない谷川である。ダムに溜められている水は付近を流れるアズサ川や湯川で取水し人口の水路によって導かれた水が大半でセバ川からの流入はほとんどない。また国土地林発行の地図で確認するとダムより下流は水流がない状態となっていて 世話川へ流出する水もほとんどない。なお、これより、下流には、長は渡るダムを、はじめ多くのダムが建設されている。ありがとうございます。